五等分の花嫁は、春、バネギによる日本の漫画作品。週刊少年マガジン2017年8号に読み切りとして掲載。後に、読者アンケートの結果を受け、週刊少年マガジンにて2017年36.37、合併号から2020年12号まで連載された。一人の男子高校生が5つこの女子高生の家庭教師を務めるというラブコメディで、 ごっこのうちの一人との結婚を控えた主人公が高校時代を改装する形で描かれる。2019年5月に第43回、後段者漫画賞の少年部門を受賞。2021年4月時点で、累計発行部数は1500万部を突破している。結婚式当日、式場の部屋でまどろんでいた振動の上杉風太郎は、妻と初めて出会った時を思い出す。 当時、高校2年生の風太郎は、成績優秀だが成果が借金を抱えており、貧乏生活を送っていた。ある日、風太郎は、中野さつきという転校生と知り合い、勉強を教えるよう壊れる。しかし風太郎はこれを断り、さらに放った一言が彼女の怒りを買ってしまう。その直後、風太郎は、妹から、不合の娘の家庭教師というアルバイトの話を聞かされ、 借金返済のためにその仕事を引き受ける。風太郎の仕事は、5月を含むごっこ姉妹に勉強を、教え、全員を高校卒業まで導くというものだった。落第寸前の成績であるにもかかわらず勉強する、意欲すら見せない5人に頭を抱える風太郎だったが、夏祭りなどを通してごっこと交流する中で、初めから比較的協力的だった四女、四用に加え、三女、 三級と長女、一花の信頼を勝ち取ることに成功する。だが、次女、二のと五女、五月の協力は得られないまま、風太郎が家庭教師について初となる中間試験を迎える。テストの結果は前回より上昇していたものの、積点は避けられず、家庭教師を続ける条件として五人全員が、積点を回避することを課されていた風太郎は、五人に、 アドバイスを残し去ろうとする。しかし、それまでは、非協力的だったニノが、石点を回避したと報告し、風太郎をかばったことで、ひとまず家庭教師を続けられることになる。担当声優は、テレビアニメ版のものご姉妹本作のヒロインである一卵性のご姉妹。5月5日生まれ。ただし、中野さつきのみ。 単行本14巻のキャラクター紹介で、火をまたいだ瞬間生まれたと紹介されていることから、暦の上での正式な誕生日は5月6日生まれである。しかしながら、このことは誰も深く掘り下げないようにしていると続いており、各種イベント等での少年は、全員が5月5日生まれという設定で、取り行われる。以前はお嬢様学校である黒原女子に通っていたが、 成績不振により落第しかけたため岐阜のつてで朝日高校に転校してきた。高級ターマンションの最上階に住んでいたが、後に小さなアパートに引っ越している。3年の新学期からは全員風太郎と同じクラスになる。小学生の時までは外見、内面ともにはたにも見分けがつかなかったが、母親との死別を機にそれぞれの個性が強くなっていった。 当時の髪型は額を出したロングヘアーで物語前半におけるニノの髪型はその名残である。コミックス第一巻の発売を記念して制作されたテレビ CM と PV ではごっこの声を読ん役の桜彩音がすべて担当していたがテレビアニメ版ではそれぞれ別個にキャスティングがされている。親族各ヒロインのイラストや作者インタビューなどを収録したファンブック。 2018年8月8日にテレビアニメ化が発表され、TBS アニメリコアクほ他にて第1期が2019年1月から3月まで放送された。第2期5等分の花嫁は2019年5月5日に制作決定が発表され、同じくアニメリコアクほ他にて2021年1月から3月まで放送された。BS 放送は BSTBS から BS11 に変更されており、同局では2020年10月より第1期の再放送が行われる。当初は2020年10月からの放送が予定されていたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により放送延期となった。第2期放送終了後は続編の制作が発表され、2022年に劇場アニメ、 映画5等分の花嫁として公開予定。5等分の花嫁五つ子ちゃんはパズルをも、当分できない。のタイトルで、2020年10月27日から配信されている iOS、Android 用アプリケーション。開発はエニッシュで、ジャンルは、新感覚ラブコメパズルゲーム。原作の追体験ストーリーと、アプリオリジナルストーリーが、フルボイスで展開される。 5等分の花嫁夏の思い出も5等分のタイトルで2021年3月25日に発売されたニンテンドース o Switch p l a y s t 4用ゲーム。開発は治スで、ジャンルはごっことドキドキ無人島生活 ADV。テレビアニメ第2期をもとにした完全オリジナルストーリーが展開される。中野家の5つ子による楽曲が使用される。 五等分の花嫁謎解きゲーム席展開費大作戦のタイトルで2019年1月26日から2月5日にかけて販売された店内周遊型のリアル謎解きゲームゲーム謎解きアドベンチャーにより制作五等分の花嫁ポップアップショップ内で謎解きクリアファイルとして発売風太郎の代わりに追日家庭教師を任されることに なった参加者が中野家を訪れ、石典回避を目指して一緒に問題を解くという設定のもと店内を巡り謎を解き歩く。5等分の花嫁謎解きゲーム勝ち取れ。題はスマイル大作戦のタイトルで2020年10月16日から10月31日にかけて販売された持ち帰り型のリアル謎解きゲーム。アニメユニバーシティコープにより制作。 五等分の花嫁後で秋葉原、千を、人よ物語に後で秋葉原内で、謎解きクリアファイルとして発売。ブラインド商品になっていて、全5種類あるが、絵柄以外の内容の謎に違いはない。謎の言い伝えが存在するという観光地の島で、開催されるというオリエンテリング大会を、インターネットで見つけた風太郎が、商品を手に入れ妹のライ話を喜ばせたいと思い、 参加することに決め、五つ子たちの力を借りて、大胆な作戦を思いつくという設定のもと、参加者は謎解きに挑む。ラジオ5等分の花嫁を、響きラジオステーションにて2021年1月29日から配信開始。パーソナリティは、転身向き。以下の出展は、講談社コミックプラス内のページ。書誌情報の発売日の出展としている。 5等分の花嫁に関するカテゴリー。映画5等分の花嫁に関するカテゴリー。ありがとうございます。